はい、どうもシューチャンネルのシューです。今日はですね、シューチャンネルがおすすめする本気の手抜き野菜栽培ということでね、ちょっとね変わった、栽培の方法します。なんつうかな、プランターも使いません。予算もだからね、下手すると2、300円ぐらいでできちゃう、チーズぐらいでできちゃう、非常にね、簡単な栽培方法なんで、もしね、見て面白いと思った方はね、試されてください。ただしね、季節的にね、真夏はちょっとやめた方がいいやり方なんで、そういう理由なんかもね、含めてね、ご説明していきたいと思います。作る野菜も限られてるので、見ていただいたらね、ああ、そういうことねっていうの分かると思いますんで、はい。しかしね、なんだろう、明日からちょっと雨みたいでね、少し曇ってきたんでね、どうやろうかね、ちょっとね、うちもね、早めに、作業進めていきたいと思います。はい、はい、準備するもの、これ100円で買った用土です。作る野菜によってね、土の量は調整していただいていいと思うんですけど、だいたい20リッターから25リッター、多くてね、45リッターっていうのを販売されてると思います。今回ね、扱う野菜がね、ネギなんで、10リッターで、十分だと思います。だいたい葉物野菜だったら20リッター欲しいかな。あとね、大玉のトマトとかそういうものであれば40リッターぐらい使用されたらいいかと思います。非常にね、元火入りでそのまま使えるタイプのやつで、大してね、特別なやつじゃないので、お値段も100円なんでね。はい、で今回は、ネギを植えますんで、簡単に言うとね、葉物野菜だったらこの円形にね、丸を区切って、ただ植えるだけです。はい、でネギに関してはもっと簡単で、こうね、まず平らにして、こうね、2列ぐらいこう切り目入れます。サイドは5センチぐらい残しておけば土がこぼれることはないので、こうね、2本入れて、ちょっと子供がね、何してんのせっちゃん、せっちゃん危ないよ。こんな感じですね、こう入れてね、切り目を入れてますんでね、だから邪魔しないでね、ね、はいはい。で、はい、ネギです。一応ね、これ大玉の、大ネギだそうです。せいちゃんちょっとダメだって、だからね、こっちで遊んで、こっちで、そっちで、そっち、はい。でピッチはそうね、気にしなくてもいいので、これこのまま回していきますけど、じゃあ5分でいいから、こう植え付けるだけですね。これちょっとね、あんま新しくないんであれなんですけど、ちょっと待ってね。ネギは倒して植えても大丈夫なんで、すぐ立ちますんでね。深さがもうちょっと欲しいところと思われるかもしれませんけど、所詮ネギなんでね、あっという間に育ちますんで、ピッチね、だいたい5センチぐらい開けながら、植えてます。自分のところはなんでこんなこと始めたかっていうと、昔ちょっと時間がなくてね、とりあえず土に植えときゃね、苗も枯れないだろうと思ってね、始めたのがきっかけです。でいろいろ情報誌なんかにもこういう栽培の方法が載ってて、ある意味理にかなってるなと再認識して、たまにも時間がなくて嫌な時とかにはね、こういう栽培をうちでもしてます。ちょっと見栄えが悪くてね、手抜きなんでね、今まであんまり動画では紹介しなかったんですけど、一度これやってしまうとじゃがいもとかまで作れてしまうもんでね、どんどんね手抜きになります。で特にベランダとかそういう菜園には向くんで、ちょっとね興味のある方はされてみてください。はい、でここでポイントです。これ真夏にすると袋が厚くなりすぎて、根が枯れてしまうことがあるので、そういう場合はね、半日陰とかを選ぶか、
下にスノコなんかを引いてね、熱の分散を行います。今時期ね、9月だったらね、いいよ、これ雑草だからダメだ。9月やったらばですね、もう自然に地面に置いても大丈夫なんで、まあベランダであったりね、まあ、畑の隅であったり植えても十分できるとは思いますんで、試されてください。まあ見た目こんな感じですけどね、水もねたまにやるだけで、水分の蒸散が防げるのと、草ですね、せいちゃんそんなとこ噛んじゃダメだって、草がですね、雑草が生えなくてね、しやすいという利点もありますんでね、興味のある方試されてください。以上、袋栽培でした。せいちゃんも邪魔しないでね。はい、いい顔しとってなら、いい顔、はい、ありがとう、ありがとう。ね。はい。